ファミリー版ライフジャパンの我が家、前回は海ホタルにいて休み、千葉の大仏様を見に行きました。ホームラーニングの様子などもちょこっとご紹介しました。今回はその動画の続き。Excuse me? 本日はどちらまで？白浜。ダビーナまで。ダビーナ。ナンボーパラダイスさんを後にして、これから初の RV パーク白浜さんへと向かう途中です。タンクの水が減ってきたので、それを補充することとゴミを捨てることが目的です。包まれてるでしょうか。包まれてないといいな。こう工具みたいなものとか生活用品も充実してますね。電球もこんなに。お弁当とか食べたやつの後のリサイクル入れてきた。全部これに使ってきた。リングアニバーサリーリメンバー券と。今はこんな感じですね。ミニトメイロー。これいいよ。My favorite。これ上のがいいかな。潰れちゃうと。潰れちゃうと大変だよ。RV パークさん。トイレがある駐車場という感じだったので、これなら道の駅と変わらないかと予定を変更。荷造りと洗濯、ゴミ捨てのために我が家は初のキャンプ場へ。ちょっと怖い。なんとか受付に到着。3900円を支払って奥へと進みます。こちらのオートキャンプ場、他にもキャンピングカーの女性グループの方がいらっしゃいました。みかん農園さんとのことで冷凍みかんのプレゼントもいただき嬉しかったです。好きな場所に車を止めていいとのことで、迷った挙句ここに止めることに決めました。さてさて、今日のリビングダイニングキッチンを作ります。生活水を汲みます。初めて入れるので悪戦苦闘です。これをこうやってやるの？できるかな？できそうだよ。あ、ほら、今できてるよ。4人がかり？さあ、こぼれずにどうやって水を入れるかみんなで考えます。まずはあるものを使ってみること。目の前にある問題をそこにいるみんなで解決していくこと、これも大きな学び。さあ、ちょっと一息。スナックタイムにピーナッツハニーパンとカシューナッツとフルーツです。これからランドリーします。このホタテの粉をランドリーに使えるそうなのでやってみます。そしてこれです。ケント君が買ったやつ。
そして溜まったお洗濯、我が家の洗濯機登場。ダダン。なんで？スクラバー、スワッシュバッグ。やってみたいと思います。あ、じゃあここがこうやってなってるんですけど、反対側ですね。反対側ですね。こんななんかチクチクっていうかボコボコしてます。あ、だからこれでクシクシってやるの。そうそう、ここに水入れて書いてある。水入れる。ここにパンティーとか入れます。ピヨでロールアンドクリップ。じゃあさっきみたいにやって、それでディフレイト、うん、あ、空気を抜く。ここでこれで空気を抜いて、うん、で、あのゴシゴシすればいいですね。うん、ラップで、リンス。また水でリンスして、うん、で、また干します。うん、これ水も入れるんだね。水と洗剤も入れるってことね。はい、そうです。OK。じゃあ、取ります。水と、あと洗剤を混ぜてから、あの洋服を入れようって言ってたんです。洗濯には、1リットルに 3.5 杯入れるようです。ホタテの粉。OK、水入れて。水入れて。どこに入れます？入れます？普通に処理するか。まずは靴下とかから。どんぐらい？見て。上の方まで。じゃあ、ワン、アップ、靴下。もう靴下。ハンドル、ハンドル。3分から5分。もう水を出した。あはは出てるよ。ああ。洗濯は絞るのがなかなか大変です。お母さんはすぐなんかあのそのキングがいるじゃん、その人の弟かブラザーがブラザーに結婚したの。このキャンプ場の近くにシェイクスピアのお家というところがあるのを見て、2人は今日シェイクスピアについて調べました。ハムレットを英語で調べ、日本語で説明してくれているところです。なんかどこか屋上みたいなところに行ったら夜あのそのキングのゴーストが出てくるって言ってたの。それでなんか見て、うん、見てなんだっけ。あ、でそのゴーストがポイズンされたって言ったのか。ああ、私は誰かにポイズンされてしまう。ハムレットと戦えって言って、であのナイフには毒を塗ってあるから切ったりしてみる。で、うん、それがワークしなかったらダメだからか、水にも毒を入れたりだ。でファイトしシュンシュンシュンってちょっと切れたの。ハムレットが切られた、うんうん、でそのナイフでもう一人の人も切ったのよ。でもう一人の人って誰？クイーンが、え、友達、ファイト知ってる人と、うん、クイーンがお水を飲みなさいって言って、今はサーシーじゃないって言って、そしたらクイーンが飲んじゃったの、毒の水。それでナーって言って死んじゃって、それでみんな死んじゃったら死んじゃうから、このままだと死んじゃうから、友達誰かがキングじゃなきゃいけないから、友達にキングのクラウンをあげて、それで終わりだった。誰があげたのクラウンは？ハムレット。え、ちょっと動画見てない。だからキングも死んじゃったのって、うん、なんて話だ。トラジティ、うん、あー、じゃああのロミアンジュリエットもそうだよね。どっちもトラジティのストーリーだ。同じような展開じゃない？トラジティのストーリー多いよね。これがもうなんかみんなのあれかな、人の心を掴んだのかな。あとちょっとで。シェイクスピアについてみんなで話した後、電話です。はい、ハロー。イタリアーノです。あ、イタリアーノ。
たまにある突然始まるごっこ遊び、始まり始まり。アウトサイドかインサイドどちらが楽しいでしょうか。アウトサイドプリーズ。はい、わかりました。日本語なのね。はい、わかりました。イングリッシュでじゃなかった。いや、こっち、飲み物先、最初には水が出ますので。Okay. 水が出ます。水？今日はちょっとウェディングアニバーサリーなので、ちょっとスペシャルドリンクを出していただきたいんですが。はい、今何やって？はい、それ。もしもし。スミノフアイスがあるって聞いたんですけど。あります。スミノフアイス2つと、飲むヨーグルト2つお願いします。炭酸はありますか？はい。ないです、すみません。わかりました。じゃあ、そんな感じでよろしく。デザートありますか？デザート。梅ヶ谷餅があるって聞いたんですけど。はい、あります。じゃあ、お願いします。失礼します。はい、少々お待ちください。はい。お名前を。私クリスティーナです。クリスティーナ、はい。電話番号は070-0000、はい、333、はい、and 1。ありがとうございます。あと出るのはトマトパスタですがよろしいでしょうか。よろしくお願いします。あとサラダが欲しいんですけど、はい、アボカドとオリーブオイルのサラダをお願いします。大丈夫ですか？はい、どうしました？はい、病気ですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。失礼します。ピー、鍋が黒くなっちゃうから言われると思った。結婚して14年、子供たちがもてなしてお祝いしてくれるようになるなんて思ってもみませんでした。時が経つのってほんと早い。いいよ。ジャンカリが私たちの結婚記念日を祝ってパスタを作ってくれてます。いただきますよ。いきますか。どうでしょう。火入ってるなら止めて。火は入ってる。今絡めてた。止めてた。ネギが余ったのでお味噌汁と味噌で切り割り、でも傷まないように焼き干しします。しかも夜になっちゃうからしまわないだけ。明日の朝出して、明日してまたカラカラにします。買うかな。買うけど楽しみだな。何パスタですか？トマトキラコ。はい、どうぞ。こんだけ。オーガニックですよ。パスタ。ガーズメイズパスタ。どうしたの、わかり。すごいね、歩き回ってた。すごい。そんなに歩き回ってた。どうでした？おいしいと食べてたら、おいしいです。事件が。事件です。足がぶつかったのかな。飲むヨーグルトと塩、ヨーグルトがこぼれて塩が。あ、いいこと考えた。下で。こうしたんだよ。なんか振ろうとして、これが倒れて、それでこの瞬間。そうなの。あ、そういうこと。土が口に入る。土が口に入ったのが一番の。ほんとに、なんで。遊び好きよね、ひるさん。楽しい？こっち楽しい。突然始まるショータイム。はい、これはもしかしてハムレットですか？なんだろう、嫌なことだ。すごい。これは何ですか？早い。もう？美味しそうです。何が焼くんだろうか、これは。先ほどキャンプ場の方からいただいたお魚です。熱い？
痛くない？あったかいです。夜桜です。お月様も綺麗です。実食、わあ、美味しい。サクサク？皮がサクサク。美味しい。This get my brother. Oh no! Oh what? よく見てごらん。何これ？巨大アリ。ってなって前に転ぶから。これは見た目以上の怖いよね。坂だからかな。怖いっしょ、怖いっしょ。もうそうなんだよ。ひゅって。うん、ここ坂になってこの景色だからめっちゃ怖い。見てる人には伝わらないだろうな。すごい怖いんだけど。怖い。なんだその手は。すごい斜めっていうからさ。何なのその手は。次回、千葉の道の駅にて大きなクジラの模型、そしてシドニーの友達と海で遊びます。次回もお楽しみに。